オリンピック外戦パレードの松田岳。松田岳は、宮崎県の岡市出身の日本の元競泳選手。スポーツジャーナリスト。株式会社大木寺代表取締役。2004年アテネ五輪から日本代表として4大会、連続出場し4個のメダルを獲得。2014年3月より、セガサミーホールディングスに所属。 主な競技種目はバタフライ及び自由型中長距離。血液型は大型。4歳から姉の影響で地元、東海スイミングクラブで水泳を始める。中学校の25メートルプールを使用していて、冬でも練習できるようにと、子供をクラブに通わせている親たちが、屋外プールに手作業でビニールの屋根をつけてくれた。それでも冬は10度。 夏は50度近くになった。松田の練習環境は恵まれていなかったが、元競泳選手だった久世由美子コーチの指導のもと、日本代表になると、その練習環境に注目が集まるようになり、ビニールハウス生まれのヒーローと称されるようになった。2003年、延岡学園高等学校を卒業し、中京大学に進学する。 2004年のアテネオリンピックや2005年の世界選手権等の国際競技大会日本代表として実績を残した。2007年に中京大を卒業後は同学年の寺川彩らと共に水野へ入社。6月に水野がスピードブランドライセンシーから実写水着発売に切り替えたのに合わせ水野スイムチーム結成に参加する。今後は 水のスイムチームの一員として競技に臨んだ。北京五輪の代表選考を兼ねた日本選手権では400メートル自由形で優勝し、同競技における日本代表選手第1号となった。五輪前のジャパンオープンにて200メートルバタフライの日本記録、アジア記録を更新。北京オリンピックでは200メートルバタフライで自身の日本記録、アジア記録を大幅に更新して、 銅メダルを獲得した。ジャパンオープンや北京オリンピックで、松田は所属する、水野社の水着を使用せず、スピード社の水着で参加した。松田は、銅メダル獲得後のインタビューにて、銅メダルのことを、自分色のメダルと言っていた。松田は、北京オリンピックでの活躍が認められ、宮崎県民栄誉賞と延岡市民栄誉賞を、受賞した。年月日、 松田の所属する水野社は同年12月31日をもって水野スイムチームとの所属契約満了を発表し松田も水野を退社したその後レオパレス21と契約した2009年12月8日レオパレス21が松田との契約を今年限りで満了すると発表し契約更新されなかったそのため2010年から暫定的に 東海 SC 所属という形として、新しい所属先を探していたが2010年10月17日、延岡市創業で、福岡県を拠点とするドラッグストアのコスモス薬品と、所属契約を結んだことが発表された。2010年11月13日、杭州アジア大会200メートルバタフライにおいて、アジア大会の個人種目では、自身初となる金メダルを獲得した。 2011年、翌年のロンドン五輪に向けて、日本代表競泳チームのキャプテンに就任し、選手とコーチを結ぶ役割を担う。2012年7月31日、ロンドンオリンピック200メートルバタフライにおいてに、大会連続の銅メダルを獲得、男子400メートルメドレーリレーでも日本、男子史上初の銀メダルを獲得した。松田はそのレース終了後のプレスインタビューの際に、 再び、クセコーチの指導を受ける。4度目のオリンピック出場となった2016年、リオデジャネイロオリンピックでは、若手の萩野孝介、高原騎士、小堀勇樹と共に800メートル、フリーリレーにのみ出場。アンカーを務め、1964年、東京オリンピック以来、52年ぶりとなる、銅メダルを獲得した。2016年9月10日、 言い訳で行われた国体をもって引退。日本の自由型はまだまだ強くなると宣言し、共演生活を終えた。9月23日、所属事務所より一般女性との結婚を発表。手ぶらで帰らせるわけにはいかないに関するカテゴリー。ありがとうございます。